熱き父親の兄弟たちよ。聖剣を持つ男、シュラ。第10の級マカツ級へ突入したセイヤたち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。セイヤたちは一気に級を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついてヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべ。お前がマカツ級を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。フン、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ。この紫龍のコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ラウンドワンファイト。シュラよ、一つ聞く。なぜ俺たちをマカツ級の中で襲ってきた。おお、俺の存在に気がついていたのか。マカツ級にある気高いアテナ像をお前ら見つけたけど血で汚すわけにはいかん。カードも使うわ。どうだ、アテナに対する反逆の罪を死をもって償え。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセイント12人の中でも最強の威力を持っているのだ。特に主刀はいかなる者も切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、聖剣の戦士に自らを与えた。アテナ、サンクチュアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。何の、エクスカリバの強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。バカな、昇竜派がまるで通用しないなんて。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。
ああ最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。シュン、このシリュウ一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も。たとえ5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。ラウンド1ファイト。ロザン、シュラ、エクスカリバー。お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした。まだアイオロスは生き絶えてはいなかったの。ロザンと、アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。優勝、ロザン、赤、優勝、アテナ、その命にかけて守りきったアイオロス、キャンピングトーンの戦意となったんだ。組織のことで感じるあの小娘のこと。優勝、まさか。ヤマホども、ロザン、優勝。ラウンド2ファイト。ロザン、優勝。優勝、ロザン、優勝。なんだこの絶対絶命の時にこの男を起こして衰えるところがさらに増大していく。このシルクはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に沿い申し訳ありません。このシルク、老師の戒めを破ります。優勝、シュラ、今から俺は老師に与えた技を使う。この技を使えばどういうことになるか。ウィナー、ウィナー、アテナのために戦う。これぞ鍛錬の賜物。さあ約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。うおこの技は、ロザン交流派。カプリコーンの火も消えた。11番目の方米宮へ急がねば。このコスモは、交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす。ぜっ、なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。な、シュラ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、このシリュウ一人の命だと。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ、シリュウよ。アイオロスよ。シュラ、シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これか。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽き、そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて
せめて星となってアテナを守るか。なあ、死竜。死竜よ。死竜。との戦い。全てのコスモを燃やし尽くし空に消えた死竜。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今は聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミユと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、も俺はあなたに数々のことを教えていただきました。その礼を言葉ではなくセイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、氷河。前、白鳥よ。かかってくるがいい。ラウンドワン、ファイト。あなたから授かったもの全てをぶつけて。カミジュ、ありつ、俺はあなたを倒す。私も全てを持ってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやろう。フリージングコース。今日お前はどうあがいてもこの私の位まで闘技を高めることはできん。今日天秤級でもその身を持って教えた。お前の闘技では私は倒せない。真の闘技である絶対霊道を身につけていないお前に勝ち目はない。オーロラサンダーアタック。それだけ。オーロラエクスプレッション。何？それだけ。ダイヤモンド。それだけ。今こそ。ラウンド2ファイト。ダイヤモンド。絶対レードとは何だ。答えろ氷河。絶対レードとは物質の原子すべて運動をしない温度の。そうだ。破壊の根本は原子を砕くことになるんだ。氷の闘技の本質、ダイヤモンド、その原子の動きを止めることになる。だがこの私でもそれほどの闘技を作り出すことはできない。いわば氷の戦意との戦いは自分の闘技を絶対零度までより近づけた方が勝つということだ。絶対零度までウィナー。クールに徹して敵を撃つ。
増票がいくら集まってもセイントには無力。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの闘気によって死すべし。氷河オーロラエクスキューション。ああ、もはや勝敗。